皆さんは子供の頃秘密基地を作ろうと思ったことはありませんか？今日は50人でマインクラフトの秘密基地を作っていきます。どんな秘密基地を作るかというと、例えばこんな風に不思議な力でなんか燃えたりして扉が現れるやつとか、電気が意味もなくバチバチしながら現れる秘密基地とか。これわざわざバチバチさせる意味ないよな。静かに召喚しろ。あとすげえ定番なのは、地面がめちゃくちゃ地震みたいに揺れまくって下から上がってくるエヴァンゲリオン的なあれ。そう、これ隠してる意味ないよな。そんななんだかワクワクする秘密基地を今回は作っていきます。今の動画を見て面白そうだなと思った人はチャンネル登録と高評価よろしく。今回の企画は50人で秘密基地作りやっていこうと思います。イメージ的には、あの普通の風景のところに秘密基地みたいな感じで、なんかボタンを押したらガガガガガッと開くようなやつみたいな雰囲気のを作りたいんだけど、そう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 、地上地下どっちでもいいんだけど、どうしようかな。ボーッチャレンジで見た。俺はマイシスターズで見た。さあどうする、どこに作るかね。山肌、海の底。でも海の底ってなんか映えなくね、多分サムネで。しかもさ、これ結構さ、土木勢も遊べるようにするためにさ、規模でかくしたいじゃん、普通の感じのノリで。山の中全部とかにする？この山さ、表面の1マス以外全部くり抜いて、全部秘密基地にする？中空っぽにする？中空っぽにして、中入れますみたいな。村の井戸から入れるみたいなのにしたら？それもあり。だけど、なんかちょっと地形を活かしたくない？地形を活かしたいから、いや、この山じゃない？はい。ということで皆さん注目。ごめんなさい。ごめんなさい、みんな。死んじゃったって TP したら、すまん。事件が起こった。言ってだろうが。じゃあ、とりあえず、山肌から入れるようにしたくない？こことかどう？ここから中に入れるとかどう？まあ、ともかくくり抜く作業が必要になるな。はい。ってことで、この山、中身全部くり抜きます。はい。外側削るな、削るな、バカお前。話聞いてたか？おい、カキカマ、話聞いてねえだろ、お前。中くり抜くんだぞ、中を。ここから入っていって、中だけ掘れ。廃炉技師代理やります。いや、カメスさん、コマンドで頼む。入り口小さくした方がいいよ。いや、コマンドで全部やります。カメスさくん、ここに、なんかもうめちゃくちゃすごいコマンドで、なんか作ってほしい。ドーン、バーン、ガーってなんかやるやつ。わかる？ドドドドドってこう、なんか開いて、バーって、そんな感じで。任せろ。よし、了解。で、中身の内装どうするかな。カメスさくん、規模はこれぐらいにしといて。この、入り口小さくした方が、なんかこう、愉快な気持ちになるから、これぐらいかな？これぐらいにしといて。その代わりこうちょっと派手にしてほしい。派手にガガガガガッと。イージー。は？おい、TNT 置いたバカ誰だ？おい、TNT 置いたバカ誰だ？特定しろ。ベノムです。田辺さん、置いた。次から気をつけろよ。陰キャ前世だったらバーンされてます。いや、TLT やったら絶対発生するのが、外側まで削れる事故起こるよ、絶対それ。制御不能に陥る、絶対。山肌崩れるから。これどうするこれ。どういう感じにする？内装の雰囲気。未来っぽくする？なんか完全近未来っぽくしない中。メインブラックみたいな感じ。全部鉄ブロックでやる？いや、ワン制御できれば使っていいじゃない。ダメ。ダメです。ワンは、ちょっとアドベンチャーモードにしとくわ。ちょっと。ワンはアドベンチャーモードで。俺、アドベンチャー楽しいよ、ワン。アドベンチャーで。冒険が始まる、ワンの。ほら。冒険。楽しいね、マインクラフト。冒険が始まるよ。うん。どうしようかな。まあ、なんか鉄ブロックでガーって覆う？どうかな。鉄ブロックで覆って、もうなんか近未来感出しますってのどうでしょう。シーランタン使いたい。マジ？シーランタンの近未来っぽくなる？鉄の方が近未来っぽくならない？鉄より白コンクリの方が近未来感ある気がする。白コンクリにします？クォーツの方が汎用性高い。なんかさ、いきなりドーンって開けてる方が良くない？なんかどうかな？いきなり開けてるとおかしいかな？階段で下がっていくんじゃなくてさ、なんかここさ、一直線にさ、こう道みたいにしてさ、こう下の方にさ、なんかこう、ここ建物とかみたいなのが立ってたりとかどうかな。こう入ったら、こう、建物とかが上から一望できる感じがいいよね。で、なんかここにエレベーターがあって下がるみたいな、どう？このこっちの辺に。ここにエレベーターがあって、ここから下がるみたいな。
何この物消しゴムみたいな色というか、てか確かに物消しゴムみたいだな、誰がこの配色にしたんだ確かに物消しゴム感すげえ。まぁ、ちょっとなんかちょっと微妙くね。鉄の方がいいよ。そうかなぁ、鉄の方がなんかそれっぽいような気がしなくもないが、サバイバルにして。しょうがないなぁワン、じゃあサバイバルにしてやるよ。オッケー、サバイバルにしてあげたワンワンの真ん中サバイバル始まってる一人でいや、いいじゃん。ワン、ちょっとサバイバルしといて、ちょっと一旦。資源集めと拠点作り頼むわ、ワン。ちょっとここで。そこでちょっと拠点だけ頼む。オッケー。一人クラフト。さあ、後でね、もし必要になるかもしんないから。なんかさ、手すりみたいなのつけない方が良くない？わかる？なんか謎パワーでさ、無機質な感じの方が良くね？なに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 、土木隊長がなんか言ってる。鉄の方がいい。タイル状になるってこと？鉄でもありな気はする。ほんじゃあまあ鉄にするか。鉄はジョイントとかに使いたい。クォーツの、滑らかなクォーツブロックとかでどうかな。なんかあんまりなんかさ、色合いなんかつけるよりものぺっとさせてもよくない？なんかのぺっとしてた方がいいよね。ごちゃごちゃしない方はなんか近未来っぽくない？鉄微妙ですね。まあ鉄はなんかもう建物の一部とかで使った方がいいんじゃないかな。あとさ、このさ、壁というかさ、この外装みたいなのどうする？この岩とかがさ、飛び出してるの微妙くない？変じゃないかな。あと上もっと高くしたい。あ、ダメだダメだ、ストップ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 。上ギリギリまで削れ。上無理かも。あとどうするかね、下の方とか。くん来てできた。どうすんの？やっほー、今日は近くに近づく全知能を開く隠し扉を作る裏技ができるか実際に検証していく。は？そんな裏技ねえだろうがよ。コマンド使ってるだけだろ、バカ野郎。そんな裏技存在しません。YouTube 視聴者の皆さん、こういう検証系の裏技、大体しょうもないです。見る必要なし。はい、じゃあ、何、どうすんの？検証結果、本当にできた。で、実際？亀さんがちょっと微妙くない？なんか、しょうもな。つまんなくないこれ。なんか、微妙くね？求めているのはそういうんじゃない。お役所仕事を求めてない。亀パワー、雷ガガガガみたいな、ドバンバンバンって感じでよろしく。あー、下いいね。これさ、壁とかどうする？この違うブロックに全部置き換える？もうちょっとさ、横とかもまだ掘れるんじゃね？これまだいける、まだいける、まだちょっとギリギリまで掘れ。みんなまだまだ横掘れるぞ。周り周り、縦はもういいから横掘って。横広くしよう。僕もちょっとできるだけ広くして。で、あと置き換えるから。で、1マスにしないでね。1マスにしない方がいい。そしたら置き換えたら山肌が変わる。ちょっと余裕も残して掘る感じにしよう。仕事ない。朝日仕事あるって、だから近未来の施設作ってよ。どんな感じがいいかな。なんか工場っていうか街っていう雰囲気にする。どういう施設にする？下に作る施設って。どういう感じがいいかな。研究所。研究施設。東京タワーって誰？ああ、いたわ、そういえば。忘れてた。ミサイル発射基地。謎の水槽的な。まあ、なんか自由にするか。なんか未来っぽかったら何でも OK。なんかさ、俺作りたい雰囲気さ、もうちょっとこう、でも絶対伝わらないんだよな、この例え。ブラムって漫画知ってます？あの雰囲気みたいな。わかります？なんかこう、ちょっと増築して、ごちゃごちゃになったやつみたいな。シドニアの騎士の作者が書いた漫画なんですけど、ハード SF で、割と意味わかんない漫画なんですけど、ちょっと増築しまくった SF って感じ。なんだこれ下。あ、下白のコンクリートにしてんのか。てか多分だけどさ、こんなもんでいいような気がするけどな。あとなんかこう、山肌を全部こう真っ白にして、なんか、建物めちゃくちゃ作ればいいんじゃない？なんか作るブロック指定しない？使っていいブロック。なんか、それに指定するか。滑らかクォーツ、鉄、コンクリ、あとどうする？シーランタン？あ、灰色コンク。こんなもんでいいんじゃない？白のガラス。真っ白微妙だからなんか色欲しいね。青とか。青がいいんじゃないかな。空色色付きガラスにする？まあ、こんなもん。まあいいんじゃない？この辺使っていいんじゃない？この色味は。青系？寒色系で。どうですか？はい、皆さん、この辺のブロックを使って作ってください。で、これ、壁の色どうする？壁の色先に決めようぜ。白コンクリにする？全部白コンクリにしちゃうもん。OK、じゃあ全部白コンクリにもうしちゃっていいよ。OK、やってみて。ちょっと一回やってみなきゃわかんない。
オッケー、全部白コンクリにしてくれ。塗り替えろ。思ったよりなんかすげえことになりそうだな。思ったより面白い、愉快な感じになりそう。もっと真っ白真っ白。で、カメスタ、どうなったんだ？どうだカメスタ、進捗は。隠す気ゼロ、秘密感ゼロ。いや、まあまあまあ、ちょっと期待しときましょう。もしかしたらこっから隠れるかもしんないし。秘密でも何でもなくなってきた。おー。これ大丈夫？これ山肌、外からちょっと見てくるか。あ、これ山肌がちょっと汚染されてる。微妙に。雪か、でもこれ。白色コンクリートなんか雪がなんかごっちゃになって、なんか大丈夫になってる。ちょっと、あの山肌ちょっと自然な感じでダートで覆ってくんね、これ。雪山だからバレないけど、下の方ちょっと違和感あるから、ちょっと隠そう。いい感じに隠しといて。あと、建物ね、こう、天井から生やしたりしてもいいんじゃない？多分。天井から生やしたりとか、壁から生やしたりしても。多分床から生やす必要ないよ、あんまり。ちょ、建築税はみんな建物作っていいよ、もう。建築税、建物制作頑張って。あとは土木がなんとかする。細かいところは。これ、影ウォット入れたらすげえ面白いことになりそうだな。はい。ということで、あれ？マジでどこ？あー、ここか。カメスタくん、入り口どうなった？できた！よし、見せてみてくれ。あ、ちょっと待って。せっかくだし、シェーダー入れときます。おい、お願いします。アイテムを投げ入れてみてください。ぽい。おー、なんだ？おー、こういうのだよ、こういうの。ドカドカバスジャン、ビャーみたいな。そうそう、あれ？もう一回か。開け！おー。ほら、ワン喜びそう。ワンが喜ぶ、ほら、喜んでる、喜んでる。こういうの、こういうの。ワン大喜び。まさにだね。対象年齢分かってる、よく。よかったねー。ニコニコやで。はい。ということで、内装ができました。見ていきましょう。うわー、すげー。これ、あえてさ、暗視つけなくてもいいんじゃね？俺。影持った暗視の影響を受けないよ。あ、そうなんだ。わー。なかなかやな。秘密の研究所感。お、隼人博士。これは？秘密基地行き。おー、すげー！おー。え、すごいね。え、すごい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 。え、すごい、すごい、すごい。やっぱブロック指定して作るとやっぱいいな。いいものできるな。待って、上からエレベーターが、え？長月が下に、あ。すごーい。え、やば、めっちゃかっこいいんだけど、こことか。なにこれ。なに滑走路かなんかこれ。え、めっちゃかっこいい、これ。うわー。すごいね。すご。おー、いいね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 、この感じ。ドローンに入っ届けてんのか。うわ、すげえ。あー、こういうの好き。こうなんかこう、物語さるの好きだわ。何ここ、ワドル。何この施設。ゴー、ワドルド、ワールド。あ？なんだここ。こっちまで作る元気は今の僕にはもうない。帰りまーす。まあまあしょうがないね、まあ、都合ってもんがある。ジュークボックスの音量大きくしまた来て、あ、オッケー。はい、どうした？あー、すげえ、あの音じゃん。ゼルダ。なるほどね。ただうるさいね、これかなり。おお。ん？なんだこれ。なんか家できてね。紙建築はこちら。紙建築はこちら。珍獣見せ物小屋。なんすかこれ。なんか家ができてる。何に使うつもりなんだ、この家。いいね。ほっこりしてる。
やっぱみんなで作るといいね。1時間ぐらいみんなに、あ、ドローン、あ、サンドイッチがドローン作ったの、これ。違う、違うけど立ってる。お前何作ったの？お前建築担当だろ。お前これか。ディーディーだった気がする。あ、そうなんだ。おー、すごいなぁ。なにこれ。あ？コータニー村もなんかおかしくね、様子が。なんか上に飛ばされるんだけど、コータニー村もなんか。入ろうとしたら。エレベータープラグインです。あー、なんでとんがりのこの真っ暗の中。怖いんだけど、真っ暗の中とんがりの怖え。ちょっと待って、エレベータープラグインのトロールマジでやめろこれ。鉄の目立つとエレベーターで吹っ飛ばされる。これすごいね、これ。え、なにこれ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 。え、なんかめっちゃすごい。え、めっちゃすごい。なにこれ、何が起こってんのここ。怖っ。ちょっと怖いかも。モノレール的な。なるほどな。これはなんだ？なんかこれ、発電施設みたいな感じか。すごいな。あ、ファンみたいな。すげえ、マイクラって本当に無限の可能性だな。海には変なのを抽出するやつ。あーあー、なにこれ、陰キャ転生。なんか陰キャ転生いる。なんか陰キャ転生、なにこれ、なんか魔法みたいなの使ってね。あ、あー、なるほど。あ、そういうこと、ライトセーバーか、これ。R2D2 と C3PO。あー、なるほど。これあれか。ダース・ベイダーと、かわいい。フォースが、めっちゃかわいいんだけど。かわいいな。とてもかわいらしいです。いや、いいのは作れてよかったですな。なかなかです。くんさん、これも見て。ん？は？ん？いや、もう見た。はい、ということでね、終わっていきたいと思います。